今はどうしてもその西洋の作ったルールというか西洋人が勝てるルールの中で戦ってるんですよ。そうなるとやっぱ厳しいんですよねそれはもうしょうがない部分があって、だから日本は日本で作ったルールで戦えばいいのかなとも思いつつ、自分の土俵で戦うっていうんですかね。筋力に頼らない、スピードに頼らないので、フォーム、正しい動きをする、正しい体の使い方をすることで強くなれるんですね。これが普通の速いパンチです。沖縄拳法からとの突き打ちです。スッと入ってきますね。そうですね、多分向こうから見たらめちゃくちゃ後者の方が遅いと思うんですけど、もう本当に軽くだけど、まず筋力トレーニング自体を否定してるわけではなくて、もう人間の体ってのは連動で作られているので、全ての筋肉がうまく連動してくれないといけないんです。きれいに連動さえすれば、小さな体や細い体は筋肉が最小、少ない体であっても、その連動した合計の力が出せるので、プラス人間の骨格の重さだったり骨の強さだったりを使って威力を出す。肉体的にもそんなに恵まれたタイプではないので、そのバネがあるとかスピードがあるっていうタイプではないので、何か武器が欲しかったんですね。それがまあ沖縄拳法空手の中にあった。年とともに強くなっていけるような、体が小さくてもでかい相手に勝てるような、そういうものがありますね、本当に武術の世界には。沖縄拳法空手は顔を動かしません。肩も動かしません。このフレーム、外側が動かずに手先だけ動かします。手先だけ先にスッと相手に入っていきます。絶対的なスピードは速く、こっちの方が速いですが、相手の体感的なスピードはこっちの方が速く感じます。起こりがないので、予備動作がないので、相手はいきなりバンと手がズームアップしてくるように感じます。原理がやっぱり一緒なので、より武器をすることで繊細なことに気づけたり、深いところに行けます。それで体の使い方を学びます。これはもうここに重心を揃えるわけですよつまり体の外に重心を揃えるので、まあ、より高度なんですよね。つまりこれができたらこっちはより高レベルが上がる。あらゆるジャンルのものに浸透してベースのトレーニングになってくれるわけ。その時は沖縄拳法というものが消えてなくなるかもしれない。それがトレーニング当然だから、っていうものになったら、私は一番いい意味で沖縄拳法というのが世界に広がったんじゃないかと思います。日本が日本に誇りを持つっていうのは絶対こうパワーとして必要ですよね。